本線は東京都台東区の京成上野駅と千葉県成田市の成田空港駅間を結ぶ京成電鉄の鉄道路線である。駅ナンバリングで使われる路線記号はケース。狛江の信号場成田空港駅間は成田空港高速鉄道が第三種鉄道事業者で京成電鉄は第二種鉄道事業者である。路線の識別色は青系東京都十三区から 東方の千葉県船橋市、桜市、成田市方面を結ぶ京成電鉄の基幹路線であり、関東地方の主要幹線の一つである。東京通勤輸送のほか、京成電鉄早々期からの目的地であり、毎年初詣で300万人近い人出がある成田山産景客輸送も特徴として挙げられる。成田国際空港輸送については、その主たる需要の受け皿を、 成田空港線に移行させつつも、多様なニーズに応える、選択肢の一つとしてその役割を担っている。押上線を介して、羽田空港方面と、東、成田線を介して、柴山鉄道線とそれぞれ相互直通運転を行い、また、北総鉄道北総線と直通する列車がある。正式名は単に、本線であるが、成田スカイアクセス線開業後は、 京成線内でも、社名を冠した京成本線の名で案内されるようになった。路線識別色は、青系。一部の地図などでは、京成成田線と表記されたり、京成上の青と間が上の線、京成成田成田空港間が空港線と呼ばれる場合があるが、いずれも通称であり、正式名称ではない。分岐点の信号機の進路識別標識には、 線名ではなく、方面、方面略称が記載され、指差し観光の際は、上野線、成田線などと呼ばれる。京成船橋駅京成成田駅間においては、千葉駅を経由する、形の JR 東日本総武本線、成田線の船橋駅成田駅間と比較して、短絡ルートとなっており、線形に優れ、所要時間も短いが、京成成田駅あるいは、成田駅、 あるいは、それより遠い JR 駅を上降駅とする場合の所要時間は、ほぼ同じとなっており、JR 東日本の上降駅によっては、JR 東日本の投資運賃の方が安価になることもある。東京メトロ東西線に直通する東洋高速線とも勝田た台駅と江浅草線、日本橋駅間で競合しており、こちらにも運賃では勝るものの所要時間などで劣っている。 そのため、勝田台駅で乗降し、東洋高速線を利用する乗客なども多い。2008年度における勝田台駅の1日の平均乗降客数は、日暮里駅に次いで多いとなっている。都営浅草線直通は近年では1998年の京急空港線、羽田空港駅開業以降、京急線発着の列車が主流となり、 浅草線の終着駅である西馬込駅発着の列車はラッシュ時以外は大幅に減少していたが、成田スカイアクセス線開業後のダイヤでは日中の西馬込発着列車が増発された。快速特急、特急、通勤特急の全列車と快速の大半は利用率が比較的高いために8両編成で運転される。普通列車は ホーム有効長が6両分しかない駅があるため、京成上野駅京成高佐護駅間と、総合参道駅成田空港駅間は一部が8両、編成だが、それを除き、全列車が6両、または4両編成で運転される。かつては4両編成が多かったが、近年は4両編成の3300系、3500系の廃止現象及び6両編成の3000系の増備により、 六両編成で運転する列車が増えている。2010年7月17日以降は、京成高砂駅空港第2ビル駅間の経路が、成田スカイアクセス線経由と本線経由の2系統となったため、成田スカイアクセス線、北総線経由、京成本線、船橋経由という案内で、ルートの区別を図っている。現在、日中のダイヤは、 成田スカイアクセス線経由のスカイライナーが60分サイクル、一般列車が40分サイクルとなっていて、両者を組み合わせたダイヤパターンで運行されている。2019年10月26日現在のダイヤで、日中40分あたりの運行本数は以下のようになっている。なお、空港第2ビル成田空港間の成田スカイアクセス線と、 青と京成高佐護間の押上線からの直通列車は営業上京成本線と分離されているが線路は共用となっているのでまとめて記す座席指定で運賃の他に料金が必要な列車が下記の通り運行されているこれらはそれぞれ独立した列車種別であるこれらの列車の間急行選別装置の番号対象表の番号は8であり その他と表記されている。以下は、運賃以外の料金不要列車である。また、ここでは、本線青戸駅以西あるいは京成高砂駅以南の、どちらも経由しない列車、押上線京成高砂駅発着については、承実しない。それらについては、京成押上線、北総鉄道北総線、京成成田空港線を参照。快速特急快速特急は、 一般車両による最上位速達列車。2006年12月10日のダイヤ改正から運行。2006年12月改正前の朝夕の特急の運行形態を引き継ぎ、朝方は上り方面、夕方、夜間は下り方面へ、2019年10月26日のダイヤ改正からは日中も運行される。ただし運行形態は平日と休日では、 以下のように大きく変化する。現行ダイヤでは以下の運行パターンがある。2002年10月14日より2014年11月7日までの平日には三崎口発京成成田行きという三車間で最長距離の列車が一本運転されていた。なお、2010年7月11日までには土休日のみ朝方に成田空港行きが一本あったが、この列車は 羽田空港駅始発であり、京急線、都営浅草線を含めて全区間で種別が快得であり、なおかつ両空港を乗り換えなしで結んでいる数少ない列車であった。また、土休日夕方にも成田空港駅、羽田空港駅間の列車が存在した。原則として、京成電鉄の車両が主体の運用だが、都営線直通列車はラッシュ時を中心に、 都営地下鉄の車両が入ることがある。また、上記の京急線京急蒲田駅より南を始発とする列車は原則都営地下鉄の車両での運用となっていた。当初は京浜急行電鉄に合わせて種別を海得と定めたが、読みが海特であるため、口事の海速との区別がつきにくく、五条防止のため、2007年8月16日より駅構内及び、 車内のアナウンスが快速特急に変更された。2010年7月17日のダイヤ改正よりすべての案内状の名称が快速特急に改められ、現在は駅の発車案内や車両の方向膜の表示もごく一部を除き快速特急に統一された。市販の交通新聞社発行の東京時刻表では快得とされている。種別カラーは 京急と同様の緑色。ただし、フルカラー LED の発車案内板が導入されていない駅などにおいては赤色で表示する場合もある。関急行線別装置の番号対象表の番号は7であり、こちらは引き続き、開得と表記されている。アクセス特急2010年7月17日に開業した成田空港線経由の一般車両による最上位速達列車。 日中は、押上線方面との直通列車のみであるが、日中以外の時間帯に、京成上の駅発着での設定がある。京成電鉄、京急の車両による運用で、通常京成車の運用には3100系、3050型が限定的に使用される。種別カラーは、それまで、通勤特急が使用していたオレンジ色が使用されている。ただし、 フルカラー LED の発車案内板が導入されていない駅などにおいては赤色で表示する場合もある。フルカラー LED 装備の形成者は本線特急と区別するため行き先と交互に経由路線を表示する。特急3050系3052編成による特急アオト駅での接続右、形成本線特急への行左、押上線快速特急羽田空港行特急は、 一般車両による速達列車。日中における京成上野駅成田空港駅間を本線経由で結ぶ唯一の列車である。スカイライナーとの区別のため一部構内放送や車内放送では普通特急と呼ばれる場合がある。1991年3月19日のダイヤ改正による停車駅変更に伴い二代目通勤特急と本線において 停車駅が全く同じになったため種別順位では2006年12月のダイヤ改正で快速特急が登場するまでは最上位速達列車であった。京成上野駅成田空港駅間の所要時間は最速71分で日中は約40分間隔で運転されている。現行ダイヤでは以下の運行パターンがある。 京成上野駅京成桜駅間では開徳と同じ停車駅で2006年12月10日のダイヤ改正で京成桜駅成田空港駅間が各駅停車化され特急停車駅が4つ追加された所要時間はダイヤ改正前の京成成田駅における3から4分の停車時間を短縮したため所要時間は従前と同等となっている 京成桜駅成田空港駅間の各駅停車化は、この改正で日中の羽田空港発の海賊が京成桜駅となったためで乗り入れる種別が特急しかなくなった京成桜駅成田空港駅間の支柱において特急が各駅停車の役割も担うこととなったからである。2006年12月9日までは日中時間帯に半数近くが京成高砂駅で、 スカイライナーの通過待ちがあったが、翌10日より、日中の通過待ちがなくなった。2010年5月16日より、日中の上の方面は、総合参道駅で、スカイライナーの通過待ちを行っていた。同年7月17日のダイヤ改正より、スカイライナーが、成田スカイアクセス線経由となり、それ以降は、上下列車とも3本中1本が8000台台駅で、 シティライナーの通過待ちを行っていた。なお、過去には、朝夕ラッシュ時に、京成高砂駅、京成津田沼駅、八千代台駅、京成桜駅、総合山道駅、京成成田駅のいずれかの駅で、スカイライナーの通過待ちを行っていた。都営地下鉄1号線を介して、 京急線に乗り入れを開始する1968年より、従前の急行を格上げする形で運行を開始した。なお、これ以前は、座席指定制の海運号が唯一の特急列車であった。種別カラーは赤色。上記のアクセス特急、特急の間急行選別装置の番号対象表の番号は6であり、特急と表記されている。 通勤特急通勤特急は2002年10月12日のダイヤ改正で再び運行を開始した列車種別。京成上野駅、京成高砂駅勝田台駅間では快速特急、特急と同じ停車駅、勝田台駅成田空港駅間で各駅停車となる。現行ダイヤでは以下の運行パターンがある。なお2005年10月2日のダイヤ改正により、 夜間上りにも一本運行されている。これは、通勤客を主たる対象としたものではなく、勝田大駅成田空港駅間が各駅停車である種別特性を利用したものである。他の通勤特急は土曜、休日には運行しないが、この列車一本のみ、土曜、休日にも運行している。2011年12月22日までの平日朝の下りでは、 形成笛の初成田空港駅一本が運行されていた。種別カラーは空色。ただし、フルカラー LED の発車案内板が導入されていない駅などにおいては赤色で表示する場合もある。成田スカイアクセス線開業以前はオレンジ色だった。環急行線別装置の番号対象表の番号は5である。 京成成田及び芝山千代田始発の通勤特急京成上野行き4本に対して平日朝ラッシュ時の時間帯に女性専用車が設定されている。設定位置は進行方向最高尾車両で設定区間は京成上野までの全区間。設定対象列車の最高尾車両には女性専用車案内シールが貼られる。成田空港始発の列車には設定されていない。 すべて自社車両で運行するが、2013年10月28日から夜間の形成成田行きの一本が都営地下鉄の車両による運用となった。都営地下鉄の車両による通勤特急の運用は7年ぶりの復活であったが、2014年11月8日のダイヤ改正で自社車両の運用に戻された。快速快速は2002年10月12日の ダイヤ改正で運行を開始した、主に都営地下鉄浅草線直通を担う、純速立列車である。この快速は、通勤特急と同じく三代目に当たる。それ以前に運行されていた急行よりも、停車駅が少ない。本線では、急行が、かつて停車していた、町屋駅、千住大橋駅、堀切勝武園駅、河野台駅、市川天間駅、 谷津駅は通過とした。これにより、京成上野駅京成津田沼駅間では、特急などとの停車駅の違いは、京成小岩駅、東中山駅、船橋競馬場駅だけになり、ほぼ特急などと同等の所要時間となった。上位速達列車の追い抜きも、京成上野駅京成津田沼駅間では、ほとんど見られなくなった。 京成津田沼駅成田空港駅間で各駅停車となる。登場当初は押上線、都営地下鉄浅草線を介しての羽田空港方面への直通に当てられ、都営地下鉄の車両と京成電鉄の車両が主体の運用でわずかにかつての羽田空港駅成田空港駅間の直通特急であったエアポート特急の名残で、京急の車両による運用も存在する。 現行ダイヤでは以下の運行パターンがある。2013年10月26日のダイヤ改正までは都営地下鉄浅草線より列車種別がエアポート開特となる上り列車について種別幕を快速として他の快速とは案内を分けていた。ただし停車駅や正式な列車種別名は同じ快速であり駅の時刻表では 同じピンク色の文字で表記している駅もあった。また、は、都営線内での停車駅の際を案内するためのもので、あるため、下りなり空港行の列車に使用されることはなかった。2006年12月10日のダイヤ改正からは、日中のみ、羽田空港駅京成桜駅間での運転となり、京成桜駅到着後、反対側の番線に、 成田空港駅発着の特急列車に連絡するダイヤになった。そのため、一部の京成桜駅列車の方向幕には、桜と表示されていた。また、平日朝の一部と夜間に、京成上野駅、京成高砂駅間の区間、運転列車が新設された。夜間に運転される京成上野駅、京成高砂駅間の区間運転列車は、青戸駅で、 都営地下鉄浅草線からの直通列車に接続する。2010年7月17日のダイヤ改正からは、京成上野駅発着列車が、千住大橋駅に停車し、普通列車との接続が図られている。また、日中の羽田空港駅京成桜駅間の、快速と、西馬込駅京成高砂駅間の普通、急行の種別、行き先が変更され、快速は、 西窪米駅京成桜駅間での運行とし、千岳寺駅で同駅折り返しの京急線、横浜方面海徳に接続する形態に改められた。また、エアポート快速は、早朝の総合参道発羽田空港行き一本のみとなった。また、京成線急行の廃止を受け、平日に北総線で運行される急行のほぼ全列車については、 京成線内種別が快速となった。なお、この改正で、京急の車両による運用は、平日数本の京成高砂駅と栄線間の列車のみとなったが、2015年12月7日、ダイヤ改正で、平日一本のみ、京成桜初三崎口駅が設定され、2010年7月16日以来の京成高砂伊東の定期列車が設定された。この他にも、 京成高佐護発京成桜駅の一本、平日のみ、西馬込駅京成桜駅間の一往復についても、京急の車両による運用で設定された。京急車におけるこれらの京成高佐護伊東本線運用は、アクセス特急同様に当初は原則として600、型と、新線系十字車以降に限定されていたが、ダイヤミダレ等が発生した場合は1500系。 新線系休止車以前の車両がダイソーで入線することがあった。現在は京急線限定運用の新線系線位置編成を除き入線している。種別カラーはピンク色。ただしフルカラー LED の発車案内板や行き先表示器が導入されていない駅や車両などにおいては赤色、緑色で表示する場合もある。またエアポート快速は フルカラー LED の場合緑地に白地で表示される。環急降線別装置の番号対象表の番号は4である。普通普通列車は各駅に停車する。現行ダイヤでは以下の運行パターンがある。本線系統は基本的に6両編成の運用である。これは、京成高砂駅京成津田沼駅間の普通停車駅の京成中山駅と、 渡積駅のホーム有効長が6両以下のためである。同区間を含まない、普通列車は8両で運転されるケースも多い。例えば、押上線から京成高砂駅まで乗り入れる、京急線横浜方面特急、海徳と羽田空港北総線直通列車はほぼ8両編成で走る。このほか出入庫など周り運用の都合上、 京成上野駅京成高砂駅間、総合参道駅成田空港駅、芝山千代田駅間の一部の普通では8両での運転となる。2007年12月2日のダイヤ修正から、土休日ピルマの京成上野駅、京成津田沼駅間の普通が6両編成化された。臨時列車として、桜ふるさと広場で、桜、インバヌマ国際花火大会が行われるときには、 形成薄い発や千代駅域普通が8両編成で走る。近年は停車が4両編成に限定されていた博物館動物園駅が廃止されたことや6両編成の3000系の増備四4両編成の3500系、3300系の営業運転終了、4両編成で運行される金町線直通列車の廃止などにより、6両編成の 列車が増加傾向にある。4両編成運転については、2018年12月のダイヤ改正で、総合参道駅芝山千代大区間のみに限定され、京成上野駅発着では4両編成の定期列車が消滅、京成高佐護駅総合参道駅間については、金町線運用絡みの改装で走行する以外は、定期列車に充当されなくなった。なお、 行商専用列車が1982年2月に廃止後、朝の上り列車に成田より一両を指定して行商専用車が設定され、末期には京成上野駅普通一本に残存していたが2013年3月をもって廃止された。快速が京成桜駅発着になった2007年以降の正月期間や1月上旬には日中を中心に一部の京成薄い駅列車が 形成なりた雪として延長を運転される。種別表示は普通であるが、駅放送や車内放送では基本的に各駅停車と案内する。種別カラーは黒色。ただし、フルカラー LED の発車案内板や行き先表示機が導入されていない駅や車両などにおいては、オレンジ色で表示する場合もある。環急行線別装置の番号対象表の番号は、 一である。急行本線系統急行2002年10月12日のダイヤ改正の前までは、京成本線、押上線で急行が運転されていた。停車駅は、現在の快速の停車駅と、町屋、線上大橋、堀切勝負園、河野台、市川ママ、多日であり、朝晩は主に、上野直通、日中は主に、押上線方面直通であり、 下り列車で成田空港に乗り入れる列車は少なく、主に京成成田止まりか東成田行がほとんどであった。2002年のダイヤ改正で本線内のみの急行は快速に置き換えられて廃止となった。1968年11月10日の改正で、それ以前の上野系統の初代急行は特急に格上げされ、同改正で準急に変わって2代目急行が新設された。 初代通勤特急廃止の1974年12月16日までは2002年10月12日改正前よりも停車駅は少なく、上野系統と浅草線直通系統で一部停車駅が異なっていた。急行表示板も2種類あり、前車は逆台形に急行表示、後車はマルチに急表示であった。 なお1963年頃には丸に2本の線入りの旧表示のものも存在した。押上線系統急行形成3000系電車による急行、西馬込行本線系統急行が廃止された2002年10月12日ダイヤ改正以降の急行は、都営浅草線を押上線北総線の系統のみで、京成線内では押上から京成高佐後までの運転となった。 平日の夜を中心に北総線へ直通する列車もあった。停車駅は押上、引船、立尺、青戸、高砂となっていた。2010年7月17日の成田スカイアクセス線開業に伴うダイヤ改正に伴い廃止が決定され、京成線全体でも急行が廃止されることになった。なお、北総線内のはこの改正以も存続し、 当該列車は、都営浅草線、京成線内を快速、または普通として運転し、京成高砂駅で種別変更する形をとっていたが2012年10月21日のダイヤ改正をもって、北総線内急行は、都営浅草線、京成線内を快速として運転し、2015年12月5日のダイヤ改正以降は、都営浅草線、 京成線内を普通として運転している。種別カラーは各物共通の青色。ただし、フルカラー LED の発車案内板や、行き先表示器が導入されていない駅や、車両などにおいては、赤色や緑色で表示する場合もある。1983年10月1日大夜改正で、都営浅草線車両による急行が、京成桜駅まで乗り入れるようになった際には、 五条防止の観点から全面間通扉に内側から急行の表示を吸盤で貼り付けていた。都営者の乗り入れは後に東、成田まで拡大されたが、1998年11月18日ダイヤ改正時に急行表示板は廃止された。環球行線別装置の番号対象表の番号は末期には3であった。エアポート特急2002年まで、 エアポート回得は、京成線内では、特急として運転され、羽田空港方面、成田空港方面とも、特急と表示されていたが、これ以外に、京成上野駅成田空港駅間の特急も、特急とされており、京成線内のほとんどの特急が、特急となっていた。単に飛行機マークのない、特急とされたのは、都営浅草線に島込め成田空港間の特急と、 京成桜止まりなど主に、成田空港発着でない特急のみであった。この飛行機マーク付きの特急は、青戸駅、京成高砂駅発着であったエアポート特急及び、エアポート海特に接続する京成 AA の駅、京成高砂駅間の特急列車にも適用された。通勤特急1960年代後半から1974年12月16日と、 1985年10月19日より1998年11月18日のダイヤ改正まで運行されていた。初代の通勤特急の投入当時の停車駅は2006年12月9日までの特急停車駅に京成小岩駅、東中山駅及び押上線京成引船駅、京成立社駅を加えたものであった。しかし、初代は 列車種別整理のため、特急に統合される形で廃止された。この時の種別版は丸に青縁取りで特急であった。1985年10月19日に通勤ラッシュ時の都営浅草線への速達化を図るため、通勤特急が再登場した。再登場時の特急停車駅はすでに初代通勤特急の停車駅と同じであったため、二代目通勤特急は、 京成小岩駅、東中山駅、京成引船駅、京成立社駅は通過となった。1991年3月19日に京成本線内の特急の停車駅が現在の快速特急のものになり、特急は上の方面直通、二代目通勤特急は押上線、都営浅草線方面直通で運行されていた。 1998年11月18日の京急線、羽田空港駅開業に伴うダイヤ改正で、通勤ラッシュ時以外にも押上線、都営浅草線、京急線直通の特急が運行されるようになった。この時に、押上線に定められていた特急停車駅から京成引船駅、京成立着駅が外され、通勤特急と種別を区別する意義がなくなったことから、 通勤特急という名前から通勤の文字が消えて、特急に統合され、この二代目、通勤特急は消滅した。通勤急行1960年代後半から1974年12月16日に、朝晩通勤ラッシュ時に、上野系統で運行された種別。当初は、通勤準急という名称であったが、1968年11月に、 準急が廃止され急行の停車駅が増えたために通勤急行に解消された。停車駅は2002年10月12日改正前の急行停車駅から多日遊園とセンター競馬場前を除いた設定であった。初代通勤特急同様列車種別整理のため急行に統合され消滅。種別版は通勤準急時代は必死に縦書きで 準急通勤急行格上げ後は必死に、通急。快速初代快速は1960年代前半頃に、京成上野駅京成成田駅間で、夕方ラッシュ時への移行期に運行されていた。前述した、通勤準急通勤急行の前身で、停車駅は同じである。種別版は必死に、快速。 二代目快速は1968年頃から1974年12月16日に、日中に、京成上野千葉系統で運行された種別。停車駅は、京成上野、日暮里、町屋、堀切勝負園、青戸京成津田沼、京成幕張、京成稲毛、緑台、国鉄千葉駅前、京成千葉。列車種別整理のため普通に格下げ。 種別版は第2、横書きの、快速九9 9 6 8年11月9日まで、運転された種別。停車駅は、京成上野、日暮里、町屋、堀切勝負園、青戸、京成高砂、市川ママ、京成八幡、東中山、京成船橋、センター競馬場前から先終点までの各駅。急行の停車駅増加により消滅。 種別版は丸に、準急、環球交線別装置の番号対象表の番号は、にであった。開業時は、起点が、京成上野駅ではなく、原押上線の押上駅だった。後に、つくばを速度電気鉄道の所有する免許を取得し、日暮里駅開業時に起点が、現在の京成上野駅方面へ変更された。2019年度の朝ラッシュ時再混雑区間は、 大見は宮下京成船橋間であり、ピーク時の混雑率は127%である。道路線は市川まま駅京成津田沼駅で東日本旅客鉄道総武線と競合している。この区間では総武線が所要時間、行き先等で圧倒的に有利であり、都心から京成船橋移動へ向かう乗客は総武線との乗り換えに適した京成船橋駅から、 乗車することが多い。また、青戸伊勢のアクセスも、都営地下鉄浅草線に直通する、京成押上線が便利であり、押上駅の乗降人員は、京成上野駅と日暮里駅を合算した、乗降人員よりも多く、運行頻度も多い。そのため、都心側のターミナル駅である、日暮里駅手前よりも、郊外側のターミナル駅である、京成船橋駅手前の方が、 ラッシュ時の輸送人員が多く、混雑率も高い。しかし1996年に東洋高速鉄道東洋高速線が開業して、勝田大駅伊西が競合路線となった後は、再混雑区間のピーク1時間あたりの輸送人員が3万人を割り込んだ。その後は都心回帰の動きが強まり、輸送人員の減少と混雑率の低下が続いている。 2018年度の1日平均通過人員は、青戸京成高砂区間が263,706人であり、この区間が京成線全線で最も通過人員が多い。青戸駅で押上線に、京成高砂駅で北総線に分岐するが、それぞれの路線に直通しているためこの区間は、運行密度が非常に高く、京成線唯一の複々線区間となっている。 ついで1日平均通過人員が多いのは、京成津田沼京成大久保館であり、20万3720人で、ある。京成船橋京成津田沼館の各駅は1日平均通過人員が19万人を超えており、都心に最も近い京成上の青ウト館の各駅よりも、通過人員は多い。日暮里アウト館の1日平均通過人員は15万人、程度。 京成高砂、京成八幡間の1日平均通過人員は13万人程度を、京成八幡京成船橋間の1日平均通過人員は14万人程度で、それぞれ横ばいである。京成津田沼駅より東側に進むにつれて1日平均通過人員は、前減するが、成田空港のアクセス路線であることから、郊外側も一定の需要があり、 構図の森京成成田間の1日平均通過人員は55,630人である。京成上野駅から 60km 程度離れているが、この区間の通過人員は京成上野日暮里間の5819人よりも多い。最も1日平均通過人員が少ないのは空港第2ビル成田空港間で14,396人である。 近年の輸送実績を過表に記す。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。乗降客数は2014年度のものである。内の数字は、京成線前線での順位。青戸駅京成高佐号駅間の、福福線区間地下駅の京成上野駅を出ると、 上野公園の元を左右にカーブしながら進む。途中、博物館動物園駅、関永寺坂駅の跡がある。34パーミルの勾配でトンネルを抜けると左に、急カーブしながら JR 山手線、京浜東北線、宇都宮線、高崎線、常磐線をまたいで荒川区に入る。下り線はそのまま、日暮里駅高架ホームにつながる。同駅は、 成田スカイアクセス線対応の改築工事が終了し、下り線ホームが高架化された。上り線は、日暮里駅地上ホームから急勾配を登って、JR 線を乗り越し、トンネルに入る。日暮里を出ると右カーブしながら、上磐線を乗り越し、ついで、小久橋通り上の日暮里、トンネルライナーの下をくぐり、高架を進む。途中、新見川島駅で明治通りを、町屋駅で、 都電荒川線をまたぐ。隅田川を渡り、足立区に入った先で一旦地上に降りるが、再び高架となって、日光街道上の千住大橋駅となる。橋は南に200メートルほどのところにある。高架の常磐線、つくばエクスプレス、東京メトロ日比谷線を、さらに高い高架で越え、左手に、東武伊勢崎線が並行すると、京成関谷駅で、細い道を挟んで、 東武の牛田駅がある。東武伊勢崎線を乗り越し荒川、綾瀬川を鉄橋で越えて、葛飾区に入り、首都高速中央環状線をくぐると右カーブし、堀切勝負園駅の先で地上に降りるが、お花茶屋駅の先で、再び高架になり、三戸街道を越える。大きく、左手にカーブしながら、25パーミルの勾配で登り、右手より、 押上ア線が合流すると3階建て高架駅の青砥駅に到着する。成田方面は3階、上野、押上ア方面は2階である。青砥駅を出ると次の京成高砂駅まで複々線である。朝夕はほぼ同じタイミングで駅を出て同じタイミングで駅に着くため列車の隣を常にもう片方の列車が走る。この列車は青砥駅で上野方面と 都営浅草線方面に分かれる。両駅間は、かつて伏線であった時代でも上り、方向に1時間あたり、最大36本もの列車が運行された、高密度運転区間である。南側に引き上げ線を見つつ、上下線の高低差を縮小しながら、間7通りを越え、さらに4線が並んだあたりで中川を越える。ここまでの区間は、効果が高い位置なので非常に見晴らしが良い。 中川を越えると24パーミルの下り勾配で、貨物専用の JR 新近線を越え、右カーブしながら、地上に降りると、金町線と北総線とが分岐する、京成高佐護駅となる。ホームは、狭い島式ホーム2面4線という構造である。ホーム成田よりはすぐ横が踏切で、開かずの踏切として、葛飾区からも名指しされて問題視されている。なお、 当面の対策として、金町線のみ高架化された。金町線が左にそれ、進路を南東に取りずつ、高砂五車庫沿いに進むと、北総線が高架となってこちらも左にそれていく。ここから京成小岩駅までは直線となる。柴又街道を越えると、江戸川区に入り、京成小岩駅に入る。緩いカーブを過ぎて、次の江戸川駅手前で高架となり江戸川を渡ると、 千葉県に入る。このカーブ付近で JR 総武本線が接近し、ここから平行区間に入る。千葉県に入ると、沿線には下佐大地と低地、そしてその間の崖面が多くなる。河野台駅の先で地上に戻り、市川市内の住宅密集地を走る。左カーブ上にある市川ママ駅は二面四線の対比駅である。JR 市川駅は南側、 千葉街道を渡った先にある。これより、先、しばらく、千葉街道と JR 総武本線とほぼ並行して東へ進む。次の関の駅付近では、地下に東京外環自動車道と国道298号が通っている。そのままほぼ直線で進むと、京成八幡駅となる。島式ホーム一本の駅で、南側に隣接して、都営新宿線の元八幡駅がある。 八幡駅を出て船橋まではカーブと高低差の多い線形となる。ママ川を渡ると少し先に鬼堀駅があり、その先で千葉県道59号市川印材線と平面交差するが、ここを含めて付近の道路は立体交差化されていない。京成中山駅手前で船橋市に入る。次の東中山駅は二面四線の駅で周辺施設として、 中山競馬場が北に 1.5km ほどのところにある。競馬場に通じる道路をくぐり、下り勾配の先が京成西線駅であるが、JR 西船橋駅からは 500m ほど離れている。駅の東で、武蔵野線が高い高架橋でまたいでいる。渡積駅を過ぎると地面が低くなって、森土の上を進み、船橋市街と東部の打線の高架橋を遠くに、 望みつつ、右カーブしながら、JR 総武本線を越える。左カーブしながら、高架を駆け上がり、相対式ホームの京成船橋駅に着く。シティライナーの停車駅で、乗降客数も多い京成を代表する駅の一つで、ある。京成船橋駅を出ると、総武線に接近した後、右カーブで南に一旦進路を取る。大宮宮下駅付近で、今度は、 左カーブし、千葉街道に沿って走るようになる。高架が終わり、地上に降りると、島式ホーム2面4線の船橋競馬場駅である。国道296号の陸橋をくぐって、奈良市の市に入り、谷津駅付近で、左カーブすると進路がほぼ真東となる。上下線の間に折り返し線が割り込み、左から新形成線が合流し、 踏切を越えると、千葉線と分岐する京成津田沼駅となる。新京成線と合わせると三面六線の規模である。京成津田沼駅を出ると、千葉線が左に分かれ、本線は右手に津田沼県尺を見ながら右、続いて大きく、左にカーブを描き、内陸部へと入っていく。先ほど分かれた千葉線や JR 総武線の線路をくぐると、掘り割りによる線路が続く。 やがて右にカーブを切る京成大久保駅に着く。京成大久保駅から三もみ駅まではほぼ直線であり、その後は左カーブとその先しばしの間千葉市花見川区内を走るが間もなく八千台市内に入り、八千台台駅に着く。八千台台は日本で最初に住宅団地ができた場所として知られ、現在でも同市の中で最も人口密度が高い密集した。 住宅地が広がる。ここから京成大和田駅付近までは、千葉市との境界付近を走行する。八千代大駅を出ると住宅街の中を走り、大きく右にカーブすると京成大和田駅に到着。ここはかつて八千代市の中心部であった場所である。大和田駅を出ると京成宇水駅付近までは、国道296号と、ほぼ並走するようになる。 新川を渡り、その後国道16号をくぐり、勝田台駅に到着。勝田台駅は周辺に多くの中学校や高等学校があり、また、東洋高速線と連絡しているために非常に乗降客数の多い駅である。勝田台駅を出ると、すぐに桜市に入る。直線が続いた後、左にカーブを描き、その途中にある静駅に到着。 静駅を出た後は小さい S 字カーブを描いてユーカリガオカ駅に到着する。ユーカリガオカ駅と京成雨水駅の間は掘割の線路がほぼ半分を占めるが、両駅のちょうど中間付近には田園地帯が広がっている。雨水の住宅街の間に入ると左にカーブを描き、まもなく京成雨水駅に到着。 京成薄水駅を出て、始発列車のための退避線の先にあるかつての旧駅跡からは、しばらく国道を296号と並走する。国道と分かれると、左側には陰馬沼が見えるようになり、田園地帯も広がっている。その後右に旧カーブを描き、風車を中心とした桜ふるさと広場の横を通過する。急カーブを越えると左側の田園地帯とは、対照的に、 右側には住宅街が広がる。広いロータリーのような広場が見えるが、ここはかつて高原大駅が建設される予定だった場所。その後左にカーブを曲がると、桜市の中心街が見え、京成桜駅に到着する。京成桜駅を出ると右手に住宅街、左手にゴルフ場を見ながら走る。左にカーブし、大佐僧駅を過ぎると、再び田園地帯となる。 その先を大きく、左にカーブすると、四水町中心部に入り、京成四水駅に到着する。京成四水駅を出ると、再び田園地帯となり、右手に京成電鉄の車両基地である、相互基地が見えてくると、相互三道駅である。相互三道駅を出て、トンネルをくぐると、ニュータウンの中の堀割の中を進む。次の構図の森駅は、 ームの半分がトンネルとなっているトンネルを抜け、しばらく続く掘り割りが終わると JR 成田線をくぐりながら大きく左右にカーブする。右手に成田市役所が見えてくると間もなく京成成田駅に到着する。成田山新小寺へは同駅西口から表参道に繋がっている。京成成田駅を出るとしばらくは高架線で、 成田市の市街地を過ぎると掘り割りによる線路となる。市街地と成田空港の間は森林、農村地帯が続く。空港が近づくと、狛江の信号場を通過して左へ分岐する。直進方向は東成田線である。これはもともと東、成田線が先に建設されたためである。分岐して間もなく地下のトンネルに入り、成田スカイアクセス線と合流。 JR 成田線と並走し空港第2ビル駅に着く。空港第2ビル駅から終着の成田空港駅までは単線区間となり成田空港駅に到着する。青戸駅江戸川駅間において東京都は連続立体交差事業の事業化を検討している。成田市では京成成田駅東成田駅空港第2ビル駅間の同市吉倉地区に会員した。 国際医療福祉大学成田病院とともに吉倉駅の新設を含めた町づくり事業構想がある。ありがとうございます。